まずは準備です。卵白 33g を室温に戻します。マカロン生地用に丸型の口金で絞り袋を作ります。クリーム用に星形の口金で絞り袋を作ります。天板にクッキングシートを敷きます。クッキングシートと同じサイズの紙を用意します。直径2センチの円を36個描きます。続いてマカロン生地作りです。材料はこちらです。袋にアーモンドプードル 40g を入れます。粉糖 50g を加えます。よく振り混ぜます。2回ふるっておきます。室温に戻した卵白 33g のコシを切ります。レモン汁を数滴加えます。卵白 33g をある程度泡立てます。グラニュー糖 20g を4回に分けて加え泡立てます。ゴムベラで壁面の卵白を混ぜ入れます。再び高速で泡立てます。低速で1分ほど混ぜ泡を均一化します。メレンゲはこれぐらい固く仕上げます。先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。再びそこからすくうように優しく混ぜます。またまた先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。またまたそこからすくうように優しく混ぜます。マカロナージュ前はリボン状に落ちないです。生地をボウルに押し当てマカロナージュします。マカロナージュ後はツヤが出てリボン状に落ちます。生地を絞り袋に入れます。クッキングシートの上に円状に絞り出します。トントンしてマカロンの表面を平らにします。気泡が見られる場合は爪楊枝で潰します。余った生地は口金側をラップと輪ゴムで固定します。絞り袋は空気が入らないようにして口を縛ります。涼しい場所に置いておきます。紙を抜き取ります。
冷蔵庫に45分ほど入れ乾燥させます。冷蔵庫乾燥中は冷蔵庫を開けないでください。 22.5 分ほどで手前奥の向きを逆にします。オーブンを150度に予熱します。マカロンは多少手につく状態でも OK です。150度に予熱したオーブンで8分間焼きます。焼き色がつきすぎないように厚紙をのせます。引き続き150度で2分間焼きます。ピエもできています。残りの生地でもう1セット作って焼きます。76枚焼いても生地は少し余ります。室温に30分ほど置き十分に冷まします。冷めればきれいに剥がれます。裏面はこんな感じです。マカロンの断面はこんな感じです。次は簡単バニラクリーム作りです。材料はこちらです。無塩バター 50g を室温に戻します。無塩バター 50g をゴムベラで練ります。練乳 25g を加えゴムベラで混ぜます。ある程度混ざったらホイッパーでしっかり混ぜます。バニラエッセンスを加え混ぜます。絞り袋に入れます。次に組み立てです。マカロン36枚にクリームを絞ります。残りの36枚で挟めば完成です。最後に美味しい食べ方です。トレーなどに入れラップをします。冷蔵庫で30分ほど冷やしてクリームを固めます。固まったらラップで包みます。タッパーや袋で密閉します。冷蔵庫で一晩から2日間寝かせてください。食べるときは室温に戻すとより美味しいです。手作りなので冷蔵3日以内で食べてください。皆さんこんにちは、パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。本日はミニマカロンシリーズでバニラ味を作ってみました。はい、作ってみました。はい、こちらもですね、多くの方からリクエストをいただいておりまして、はい、まあ、YouTube に限らずですね、 Twitter とか Instagram でもバニラのミニマカロン作ってくださいという意見が多かったので作ってみました。はい、ここで一つポイントを話させていただきますと、はい、今回ですね、ミニマカロンかつ白色というところで、はい、非常に焼き色がつきやすいんですね。そうですね。はい、なのでオーブンを途中で開けて厚紙を入れております。はい、入れております。入れちゃいましたでですね、はい、厚紙を入れるタイミングに関しては後半、はい、そうですね、前半で開けてしまうともうマカロンが全部ひび割れちゃうのではい、はい、
ある程度ですね、マカロンが焼き上がった後半で入れております。はい。なのでですね、絶対オーブンを開けるときは動画通りの時間で開けてください。はい。で、開ける時間はですね、極力短くしていただかないとやっぱり失敗につながってしまうので、はい、まあ、素早く、まあ、動画はですね、撮影しながらでちょっと開けてる時間長いかなっていうところだったんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、カメラがあったりとかで動きづらいっていうところでもう本当に撮影なしで開ける時はもうパパパッと一瞬ですね。そうですね、はい、皆さんもパパパッと一瞬でやってください。はい、はい、味の方はですね、バニラエッセンスが入っているのでバニラの風味が口いっぱいに広がります。はい、そうですね、練乳のミルキーさと相性抜群です。はい、相性抜群です。はい、はい、とっても美味しいです。ぜひ皆さん作ってみてください。はい、作ってみてください。はい、では今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。またクックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。